情報教育の記事では、日本における情報学内史その周辺についての主に普通教育との関連について述べる。文科省が児童生徒の情報活用能力の育成を図る教育とか、教育の質の向上を目指して推進する教育の情報化の3つの柱の1つ、といったように述べているように、主に教員の確保などの点で不可能だと考えられたコンピュータについて、 真正面から教えることの代替としての施策という側面が以前は強かった。近年の教科、情報については情報の記事を参照。この節で述べる専門教育についての内容は基本的に以下の節とは無関係である。日本における普通教育への情報の取り込みはコンピュータ科学など専門教育との接点は極めて薄いまま進められた。 情報学やコンピュータ科学に関連する学術的な内容は、コンピュータ登場以前には、数学、論理学、物理学、電子工学、図書館学などといった分野に散在していた。1930年代には、海外や日本でコンピュータの実現の基礎になった研究があり、世界大戦によるエレクトロニクスの進歩と基礎研究の途絶を挟んで、戦後には一斉に、 コンピュータの実現が進んだ。1950年代にはコンピュータの建造自体を研究対象として日本でも建造されたコンピュータのうちのいくつかは大学の研究室によるものだった。1960年代に入るとメインフレームが大企業によって商業的に生産されるようになり大学に計算機センターを設置して教養施設としての活用が進み 物理学の計算などが活発化する一方で、情報工学科の設置は1970年代以降になるなど、専門教育の時点でも日本は後手に回っている。図書館情報学との関連で、慶応の図書館情報学科が比較的早く1968年である。1970年代以降は多くの大学に情報工学科が設置されるなど、 専門教育は本格化した。1980年代前半には広い範囲をカバーした総書岩波講座情報科学が出ている。一方で1970年代にはコンピュータはまだ市民に一般的なものではなく、まず電卓の普及が先行した。電卓は数の扱いについて適切な指導のもとに使えば良い教材ではあったのだが、そもそもその指導者が 学校現場にはいないといったことや、ソロバイ関係者による、ソロ版は頭を良くするといった主張のように現場からの敵視も強く、むしろそういった新規技術の排除の方が見られることもあった。結果として、電卓からの派生から始まったマイクロプロセッサによる、1980年代以降のパーソナルコンピュータの普及によって、教育現場にまずコンピュータ支援教育といった形で、 コンピュータが現れた後、情報化社会に対応するであるとか、情報活用能力を育成するものとして、教育についての検討が進められた。なお近年はこれに加えて、モラルが重視されつつある、現在の教育の情報化に関する手引きにつながる初めての手引き書。長年にわたって関係者に広く読まれた。平成8年7月のあり方についてに始まる。 中等教育中期以降の強化、情報関係については、情報の記事を参照。普通教育における、情報教育の体系化の始まり、現在の教育の情報化に関する手引きにつながる、手引き書。情報化の影の部分に触れ、情報モラル育成の必要性について示された。現在、広く読まれる手引き書。情報教育が、 教育の情報化の三つの柱の一つであることが明示された。ありがとうございます。